はい。今回はですね、ガチ大喜利ということで、単純に大喜利をやりましょう。意外とやってなかったんですよ。意外とやってないっけ、ストレートの大喜利って。やってねえだろ。待ってくれ、待ってくれ。なので今回はもうストレートに大喜利をやろう。はいはいはい。感じ。四本グランプリね。四本グランプリだ。ああ、なるほど。四本。じゃあやっていきましょうか。はい。はい。これめちゃくちゃむずいな。これめちゃくちゃ難しいよ。じゃあまあ石橋さんからいきましょうか。原宿から女子高生が消えた、なぜ？巣鴨に真剣佑出現。面白い、ね、面白い。いきましょう。後藤さん、はい、原宿から女子高生が消えた、なぜ？セロ覚醒。面白いね。あー、これは負けた。大喜利うまいんだよな、二人とも。じゃあいきます。原宿から女子高生が消えた、なぜ？風車。風車。なんで風車に何、巻き込まれた。風車が原宿に建設されたの。今なんか駅前に工事してるから説明しないで。そうね、できるからな、でっけえのが。じゃあ石橋さんからいきましょうか、はい、この洗濯機、チャラいな、どんなの？女性用下着しか受け付けない。チャラいな。チャラいですね。うわー、チャラいな。チャラいだろ、恋人だろ。いきます。この洗濯機、チャラいな、どんなの？入ったお洋服が酔っ払って帰ってくる。あー、チャラいな。チャラいですね。テキーラね、使ってる。じゃあ続きさんいきましょうか。この洗濯機、チャラいな、どんなの？一輪車できた。チャリだったら、チャラかったのに。チャラにってこと？スーパーチャラ。スーパーチャラっちゃう。難しいな。では石橋さんからいきます。なんだ。アホマラソン選手がゴール直前で立ち止まった、なぜ？みんなでゴールするもんだと思っていた。めっちゃ面白い。その世代が育ってるからね。そのお父さん、アホマラソン選手がゴール直前で立ち止まった、なぜ？ゴールテープの向こう側から他の選手が次々にボールして逆走してたから。あれ？じゃあ、続いていきます。はい。アホマラソン選手がゴール直前に立ち止まった、なぜ？ヒーヒーばあちゃんがクレオパトラだと知った。言われたいだろうな。あんたのヒーヒーばあちゃんがクレオパトラだってよ。ではいきます。石橋さんから、このギャル絶対育ちいいな、なぜ？マジおまんじ。じゃあ後藤さんいきます。このギャル絶対育ちいいな、なぜ？本当にまんじ。鈴木さんいきましょうか。このギャル絶対育ちいいな、なぜ？全力を尽くす。石橋さん行きましょうか、はい、究極のギャップ萌えを教えてください。マイケル・ジャクソンのシンプルウォーク。おお、面白い。うまいやつ、うまいやつ。では、後藤さん、はい、究極のギャップ萌えを教えてください。枕一つで寝るケロベロス。ギャップ萌えがよく分かる。キレイ少女のギャップ萌えってこと？そう、はい、鈴木さん、うん、究極のギャップ萌えを教えてください。師匠が10代前半。ギャップ。